あの前回はちょうど俺誕生日の日で、あ、そうや、プレゼントくれたよね。はいはいはい、ソダネー T シャツ。ソダネー T シャツってね、もうやっぱ最新じゃないですか。いやもうめちゃくちゃダサいよね、はい、それって。で、マジマンジ T シャツ。マジマンジ T ね。マジマンジ T、ね、で、俺ちょうどその時、うん、お芝居の稽古中で、あ、そうやった。はい、で、なかなかね、うん、20代の人たちが、はい、ほとんどで、そのカンパニーが、あー、ちょっと待って、20代の人がいた、その現場何って言ってる。カンパニーね。カンパニーって何。そのカンパニーがそのほとんどの人に。気になる。座組やがな。我々役者そう呼んでんねん。役者やないや。役者やないや。カンパニーは会社やね。カンパニーな。発音なんや。カンパニーっていうの。カンパニーって呼ばなあかんねん。みんな役者そう言うねん。座組の一団のことを。木村君が出てたのがカンパニーってこと。カンパニーなの。俺が出てたのはお芝居、はい、お芝居をやってるその人たち、集まった人たちがその時のカンパニーやから。その時だけの。あ、そうなんね。その時だけの。その時だけの。そのチームや、チームな。ああ、チームね。じゃあチームでええやんか。いや、カンパニーってみんな言うんやもん。みんながそれ言うから。で、それカンパニーをね、はい、それ20代の人ばっかりやったから。ああ、若い子ばっかね。で、もう俺全然馴染まれへんくって。あ、そう。で、みんながそのすごいキラキラした写真を撮って、うん、全体の LINE グループがあるからそこにアップするわけ。あ、でもそうやろうな、そんなんやろうな。もうだから普通の写真なんか撮らへんね。普通の写真っていうかな、だいたいフィルターを変えてるか、そういうアプリで、うん、あ、ビューティーなんとかとか、そう、撮るね、はいはい、だからみんな綺麗なやつがバーって乗るわけよ。そうやな。だから俺なんてもう全然撮れへんし、俺そんなんで撮らへん、うん、普通ので撮るから、はいはい、うん、乗っけてもらわれへんし、撮ってももらわれへんわけよ。へ、で、俺もうどうしようかなって映りたいやん、なんかそういう一カンパニーに入った感じ欲しいから。うん、そやな。うん、で、なんかその、あ、そうやと思って、お前がくれたさ、うん、そのソダネー T シャツを稽古に着ていったんや。おーおーおー、あ、そう、みんな無視したで。めっちゃ滑ってたと。それいじられてこそや。そやな、何着てるんですか。せやねん、これもう恥ずかしいやろ、写真撮らせてくださいよを想定してたら、みんな無視やで。余計にみんなとの溝が広がって。どうしてくれんねん。マジか。うわ、ごめん、そんなつもりなかったから。恥かいたよ。マジマンジに関してはもう着ていかなかったよ。マジマンジ T シャツはまだ袋に入ってるよ。